シャス長です。今回はこのアサルトシールドを使ってよくわからん縛りをやっていきたいと思います。このねアサルトシールド、まあ一見ねチームデスマッチにいてもね、なんだあの人たちはってなっちゃうんですけれども、まあこれをねちょっとどういう風に使えばね有効活用できるのかっていうのをこれですね、当たってない、これまずい、あ後ろ取られてた、何久々ですね。ちょっと、こんな、ね、ネタ武器使うの。ネタ武器というか、こんなネタにもならないような。ね、何に役立てていいのかわかんない。あ、でもドミニオンの時は強いんですよ、これ。まあ、こういう使い方ですよね、要は。いやいやいや、味方さん。そうね、受けてるばっかりじゃないんですよ、僕の盾は。攻撃しますよ、たまに。よし。ショットガン怖いですね。おお。イエーイ。あ、これはまあさすがに。あれ。よし。エルストまで行っちゃいましたね。おお、これ嬉しい。別にこんなエルスト狙うとかそんなありじゃなかったんですけど、うーん、あの人に撃たれてる。ちょっと回復しますかと見せかけて反撃、このと見せかけて反撃するのがミソですよね。ただただね。そしてあなたリロードしないんだ。いいねいいね。アサルトシールドいきましょう。やられたら嫌だなこういうの。バンクショットかな今の。いますね。しかしもう彼の弾はない。よし、弾管理ですね。あそっか、一発外すと死ぬのか、これ恐ろしいですね。でもブロンズまで行きましたね。なんかそっかそっか、なるほど。この盾のね、盾ナイフというものを学びながら盾を使っていくという新しいスタイルですね。勉強させてもらいます。あっ、まあ分かってたんですけどね、もうどうしようもなかったです。もうナイフ当てようかなってね思ってたんですけどね。お、さあどうする、真ん中に来る、はい、あダメだ。おパクった、それはダメだよ。あずれてた。いやネタ縛りでもね、やっぱ容赦はしませんよ。情け無用ですから。どうかな、いるかな、見よ。こんばんは。これはちょっと厳しい。これはちょっと厳しい。おーい、みんな死にすぎよ。みんな消えちゃ、消えてる。みんなの赤点が消える。何やってんだあれ。うーん、残念ながら EMP グレネードじゃしな。あー、うまいことやられた。投げモーション入って、投げてないんですよね今の。なかなか戦術的な装備ですね。これよく考えたら相手の行動をよく観察しないと倒せない。今日も祈るぜって言いながら走ってきましたね。ちょっとこれはいまいちですね。来そうだなこっちから。さあ容赦はしない、さあ容赦はしない。無慈悲に突っ込んできますよ。あースムーズに当てれなかったか。お、言いましたね。カモンカモン。あ、逃げた。あ、え、逃げすぎじゃね。え、ちょっどこ行った。彼消えちゃったな。まあいっか。
そんな細かいことを気にして、うわーこれ投げナイフの、うん、あれ難しいですね。全然練習してないんで全然練習してないんで、ちょっとすいませんね本当。あー何、しかもナイフ、通行のナイフですね。いるぞ。あーダメだ。ナイフでね、こうこの縦殴りで、ナイフじゃないね、縦殴り、そう縦殴りでね1キルできたらいいんですけどね、このキルってなかなか取れないですよね。ハードコアですかね。おおというわけで今回はアサルトシールドを使いながらの試合でした。うん、アサルトシールドはどうしても戦力になれないことが多いんですけれども、アサルトシールドをやはり武器としてではなく盾、この威圧感ある盾として使ったらまあいいんではないでしょうか。というわけで次回もかかってこーい。